夫の PC が壊れたので、私のノーパソを共有にしてリビングに置いてた。たまに、仕事で使うと、わざわざ自室に持って行って何かしてたので、ピンと来て中身をチェックしたら、画像がたくさん入ったフォルダが出てきた。サムネイル表示されてないからクリックしてみたら案の定エロ画像だった。300ほどあったけど、すべて、義両親の写真と差し替えてあげた。タイトルも、わざわざ、エロ画像と同じにしてやった。夫がムラムラして画像を開いたら、どれを開いても両親が出てくるわな。たまに、夫自身の写真、乳児期の写真も混ぜておいた。作業始めようと思ったら、義両親の写真が意外となくて、義実家に電話して、お二人の写真データが欲しいですとお願いした。理由を聞かれたので説明したら、嫁の PC でなんてことを、と憤慨した後ノリノリで、姑の幼少期から、独身時代から、結婚後から、つい最近と、実にバリエーション豊かなデータをよこしてくれた。作業が終わったその夜、夫がギャーってなってノーパソを持ってきたので、ウイルスに感染したんじゃない？と言ったら信じかけたアホか。そういうのは、自分の PC を修理してからやりなさいと説教。後日、大量にもらったデータを入れたデジタルフォトアルバムを、義両親の結婚記念日のお祝いとして送ったら、大変気に入ってくれた。ちなみに、費用12,000円は、夫の小遣いからさっ引いた。